皆さん、いつもの動画をご覧いただきましてありがとうございます。Q&A にお答えしながら、今動画をね、それがメールマガジンをやってるんですけども、ここで私からのですね、マインドセットを久しぶりにお届けする、動画もですね、配信しようかと思いますので、ぜひよろしかったらご覧くださいませ。今日は初日でですね、最も大切なものという、どうですかね、タイトルでお届けしようかと思います。というのがですね、突然なんですけども、皆様の口座に私がですね、毎日毎日、86,400円、皆様のあなたの口座にですね、私が振り込んで、毎日ですよ、毎日86,400円振り込んだら、あなたはどうしますか、どうしますかってことなんですよ。しかもね、毎日ですよ、毎日、未来永劫一生です。で、そうするとどうなりますかと、あなたが何もしなくても86,400円がポンポンポンと、もう毎朝毎朝振り込まれるんですよ。で、良くないですか、すごく。すごく嬉しいですよね。でも、一つだけ条件があります。それはどういうことかと言いますと、私が今日86,400円振り込みますと。で、1日終わりますよね。で、深夜24時になった時に、残ったお金は全部没収です。だから、残したらもったいないですよね。全部使い切りたいですよね。まあ、こういうルールを設けた時に、あなたはどういうふうにそのお金を使ってくださるかなっていうことなんですよ。ちょっと想像してほしいなと思います。で、またね、次の日には、あなたのゼロになった口座に86,400円私が振り込みます。どんなに朝早く起きてもこの金額を振り込みます。ということなんですよ。もったいないから使い切ると思うんですよ。で、これすごくバカバカしい話に聞こえると思うんですけども、ものすごく奥が深いんで、ここからちょっとマインドセットを使ってみてください。あなたのマインドセットですね。この、86,400円の金額を振り込みますよっていうお話は、実はもうあなたはですね、受け取り続けてるんですよ。もう何年も何十年もです。受け取り続けてるんですよ、実は。見えないだけで。もう気づいたかと思うんですけども、これ86,400円っていうのは、実は時間のことなんですよ。毎日あなたは86,400秒をいただいてるんですよ。で、次の日になったら、もう使い切れなかった時間っていうのはゼロにリセットされて、また86,400秒を与えられてるんですよね。で、この時間残高っていうのは常にあなたの口座に振り込まれています。ずっとです。これからもずっとです。で、この86,400秒っていうのはあなたが自由に使う権利があるんですよ。自由に使っていいんです。で、そう考えると、使い切らないともったいないなと。時間の考え方はちょっと変わると思うんですよ。この考え方でですね、もう人生大きく変わります。なぜなら、お金を失うことを恐れる人はたくさんいるんですけども、時間を失うことを恐れる人ってあんまりいないんですよ。本当にです。本当に時間っていうのはあんまり大切にしてないんですよ、皆さん。で、ここが大きくお金を稼ぐ、自由になるっていうところの分かれ目になってきます。我々が一番大切にしないといけないものは、実は時間なんですよ。時間、お金の浪費も良くないんですけども、時間の浪費は最悪なんですよ。なぜなら人生の終わりっていうのはもう決まってるんですよ、我々。いつ終わるか知らされてないけど、確実に終わるんですよ。100% どんな方でも終わるんですよ。それこそ、預金残高とか借金残高を残したままでも終わるわけなんですよ。っていうことは、一番大事なのは時間ということになってきますよね。お金の価値、時間の価値とかあったら、時間の方が圧倒的に多いわけなんですよ。で、あなたは、その時に考えてほしいのは、例えば10年前。10年前よりもあなたは、その時間を使ってですね、何か進化してますかってことなんですよ。進化してる点を誰かに気づかれてますかってことです。圧倒的に年収が上がったとかっていうのは気づかれやすい。ですよね。もう、いろんな、例えば会社でしたら階級が上がった。これも気づかれやすいですよね。そういう人生を送っているかなと。たくさんの人と知り合いになって、なんか自分たちと違う世界の人と付き合ってるわとかね、いうふうに気づかれてますかってことですよね。で、ドラマのように人に自分の人生を語ることができるかなってことなんですよ。ドラマといっても自分で脚色しなくって、そのまんまこうね、なんかすごくドラマチックなことです。で、もっともっと言うとですね、履歴書を毎年書いてみてください。履歴書です。絶対これ書いてください。で、その履歴書が毎年書く履歴書が、もう毎年毎年新しくなっていますかってことなんですよ。あなたの履歴書が。入社面接とかアルバイトの時だけじゃないですからね、履歴書書くのは。常に書いてください。で、
経験とか資格とか役職とか実績とかいう記入項目が増えてないといけないんですよ。我々は長いこと生きてるわけですから。もう私履歴書書いたら6枚ぐらいになってももうね、まだあるわけですよ。もうみっちりですよ。43ですからね。もう自分の人生を客観的に見て色付けするところがたくさんあるわけですよ。もう多いと思います。インターネットビジネスだけではないですからね。会社の方もやってたし、まあ関わってる方もいるし、サークル活動、地域のボランティア活動、こういうのも多いです。で、お金をどうやって稼いだかっていうのと、プラスお金をどうやって使ったかっていう全ての実績が積み上がっていくはずなんですよ、人は。はい。ですから、よく言いますけども、お金が好きな人にお金が寄ってくるって言いますけど、これちょっとセンスがなくてですね、実はお金を使うのが好きな人にお金が寄ってくるんですよね。ちょっと話がずれるんで戻しますよ。よく考えると1日が86,400秒、そうすると 10日、10日でですね、86,400円になるんですよ。で、1年でいくらですかね、3,153万6,000秒ですね。で、10年だと3億秒です。大体3億秒以上です。10年で。で、3億ですよ。10年で。じゃあ、30年で9億とか10億になりますね。で、お金で計算すると、なんか感覚が変わりますが、それほど時間は貴重だということなんですよ。いいですか？ 10 年で3億と言いましたよね。10年で3億円あなたは使ってきた。3億秒使ってきたということなんですよ。1秒1円で買うと、もう3億円とかね、10億円とかあなたは生み出してるはずなんですよ。生み出せていいはずなんですよ。ところが、その金額がないってことは、あなたの1秒は、実は1円の価値もないということなんですよね。ちょっと怖くないですか？こう考えたら。で、お金で計算するとね、こういうことになりますけども、時間っていうのは貯金ができませんよね。お金が貯金できても。この話を聞くと人によっては感じ方は変わると思うんですけども、時間をどう考える方で、時間をどういうふうに考えるかで、時間の使い方が変わってきます。時間の使い方を変えるだけで人生が変わります。あなたは時間を昨日と同じように使ってませんかということなんですよ。では、昨日と違う部分の時間の使い方を、どんどん続けていくとどういう風になるかっていうのをやっぱりもう一回考えてね、大切に時間を使っていただきたいと思います。この動画を見るの絶対おすすめです。まだ見てない方とか、この考え方が入ってない人にどんどん教えてあげてください。それが、人生をですね、切り開くための一番大切なことです。今日は一番大切なことというテーマで、時間が何よりも大事なんですよということをお届けしました。1日が86,400秒ね、これを残しても使い切っていかないといけないですからね。しっかり使っていきましょう。はい、今日は以上です。